教育でやりたいことは、教育の選択肢を増やすっていうことですね。今の教育は、明治の時に作られた管理教育です。兵隊さんとか工場労働者を増やすための教育。それに、戦後、偏差値教育みたいなものが導入されてですね。テストの点数で子供たちのランク分けして、ね、それに対して、なんていうかな、みんなが同じことできて、で、その標準の中でテストの点数を取れる人が優秀だというふうな、そういう教育になってますよね。で、それにみんなと一緒のことができない人とか、勉強が苦手な子は落ちこぼれだったり、発達障害って言われるんです。でしょ？こんなおかしいことないよという話ですね。なら江戸時代からそんなことやってたんですかって、江戸時代は全然違ったわけです。もっと選択肢があったし、その子たちの個性をちゃんと引き合いようとしてた。外国もそんな日本みたいな管理教育してませんから。そうでしょ？世界中で同じことやってんだったら100歩譲って、まあまあ仕方ないかなと思いますけど、他の国でやってないことを日本がやってて、で、そうやって今日本の社会の上の方にいるのは偏差値教育が成功した人たちでしょ？偏差値エリートでしょ？そういう人たちがやってて日本悪くなってんだから、偏差値教育間違ってるじゃないですか。もう結果出たんですよ。ね。偏差値教育やったって、そのいい頭を世のため人のために使おうと思わないわけです。自分を守るためとかお金稼ぐためには使うんですよ。そうでしょ？でも弱者を守ろうとかですね。ないわけですよ。だから今日本の教育に欠けているのは、それこそ僕は選挙の時何回も言った煉獄さんね、鬼滅の刃の煉獄さんのお母さんみたいなこと言わないといけないわけです、子供たちに。ね、特に能力ある子たちには、優秀な子たちには、あなたはそのね、天から授かった、まあ親からもらったでもいいですよ。そうやって譲り受けた能力を自分のためだけに使うんじゃなくて、ね、世のため、人のために使いなさいね。だってあなたはそれだけ考えたり、人より動いたり、発信したりする力があるんだから、その力を人のために使いなさいね、ということを上層教育でやるってことが大事だし、で、持ってる力は人それぞれ違うわけですよ。勉強できる子だけが優秀じゃない。ね、それぞれ能力があるんだから、その能力をしっかりと引き出して、世のため、人のために使いなさいね、という教育。当たり前だけど、それができてないんですよね。だからそういう教育ができるような選択肢を増やしたいというふうに我々は考えています。だから、まあこれは制度設計きちんと作らないといけないんで、細かい話はしませんが、ざっくり言うと、ね、いつも言うんですけど、月10万子供たちに教育クーポンを渡すって話ですよ。ね、子供と保護者に。で、公立学校行くにも、私学行くにも、フリースクール行くにも、それで行けるんだと。で、公立学校でもちゃんとお金払ってくださいね。今、公立学校無料でしょ？ほぼ。あれダメなんですよ。ね。ただだとみんな持ってるから。ね。で、子供なんか学校行きたくないというわけでしょ。でも、学校行かしてもらってるだけでめっちゃお金かかってんだぞ、お前と。そのこと感謝してますかと。それが誰かが払った税金ですよ。先生たちだってただで働いてるわけじゃないし、学校だってただでできたわけじゃないんだから、みんなの力で、あんなね、綺麗な学校とか、それちゃんとした先生たちが学校で行ってくれるわけじゃないですか。それありがたいことなんですよね。本当はそれに対してみんな対価を払わないといけないけど、払わなくていいようになってるわけですね。それじゃありがたいんだけど、でもそれを無料で受けるには、国が決めた通りの人間になりなさいって言われてるわけですよ。教育っていうのは合法的な洗脳なんで、ね、国家教育っていうのはそういったもんですよ。ので、それで優秀な人材がどんどん排出されるならいいんだけど、そうじゃない結果を生んでいるから、教育に選択肢を作りたい。だから、子供たちに月10万教育費があればですね、公立学校行っても5万かかる。ね、私学行ったら7万かかる。フリースクール行ったら8万かかるとかね。もちろんそれぞれにとって費用あるでしょ。でも10万あれば大体賄えるんですよ。で、それで子供たちや保護者が選べばいいんです。うちの子はちょっとね、まあ、例えば僕なんかだったらもう発達障害だから、神谷総平は落ち着きがないから、普通の学校行ってもね、多分座ってらんないだろうから、だからフリースクールね、というふうに。だからフリースクールが絶対いいわけですよ。でも逆におとなしくて、ちょっと内向的で、まあみんなと同じことをやるのは別に苦じゃないなっていう子は、今の学校でも多分そんなにストレスはないでしょうね。うん。けど、今だったら例えばマスクするのが嫌だと。言うんだったら、マスクしなくてもいいよっていうフリースクール行けばいいわけです。実際うちのフリースクールの方はマスクしてませんから。だって別に意味ないからね。はい。っていうふうに、みんなが選べることが大事なのに、それ選択肢をもうなくしてる。で、その枠から外れたら落ちこぼれって言われるっていう、そういう教育がダメですね。で、今の教育は偏差値教育で詰め込んじゃうので、自分で考えないんですよね。ね、今高校生2人が目の前に座ってくれてますけど、ね、あんまり学校でね、これからの日本の未来を考えましょうとか、今の社会課題は何ですかってないじゃないですか。そんなじっくり社会を見つめたりね、自分たちの将来考える時間って学校ないんですよ。もうカリキュラムに決まってて、ね、教科書通りやって、で、これテストに出るぞ、覚えとけよって言われるでしょ。そんなのは、アプリでいいんですよ。そうでしょ。知識の習得なんかもう、アプリで簡単にできますから。物理の解き方とか、英語の単語を覚えるとか、ね。そんなのはいいんですよ、学校行かなくても。
学校はせっかく先生から人がいるんだから、みんなで議論したり、みんなで何かクリエイティブなことやったり、ね、そういうのをやるのが本当は学校の役割で、テスト勉強するのは別にアプリでいいんです。でしょ？にもかかわらず受験産業みたいなのができて、みんなが点数取るところにお金と時間かけてるんですよ。それでね、世界のリードがいっぱい生まれてるんだったらいいけど、生まれてないんだから、全部間違ってるんですって仕組みが。でも間違ってるけど、そこがもう利権化してて仕組み化してて、ね。でこんなに日本の子供が減ってるのに大学だけは増えてるわけですよ。なんでかわかるでしょ？文部科学省の役人の天下り先とかになってるからですよ。で子供減ってるから中国人の留学生とかバンバンでそれお金いっぱい渡してるわけでしょ？アホかじゃないですか。子供いないんだったら大学潰せよって話でしょ？何のための大学なのと。それ僕らの税金ですからね。いやそのお金があるんだったらそれこそ次に話す子供の学校給食とかにお金かけてあげた方がよっぽど日本人の子供一人一人にお金行き渡りますよ。そういうことをちゃんと考えさせる教育やらないから結局誰かが日本人みんなそうなんですよ。僕なんかが話しててもこれは僕も厳しく言うんだけど神谷さん答えを教えてくださいって言うんですよ。僕も答えなんか分かりませんから僕の考えは言えますよ。これが日本がどうなるかって僕の考えは言えるけどそれは答えじゃない。何が正しいかは皆さん一人一人が考えるしかないんです。答えは自分の中にしかないんです。僕にとって正しい答えは皆さんにとって正しくないわけです。100% 正解の答えなんか誰にも分かんないわけ。だからみんな勉強するし、みんなで話し合うし、相談するわけでしょ。日本人ってそういう民族だったんです、昔から。今、鎌倉殿の13人とかもやってますけどね。あれだってですね、執権様決めてくださいって言わないわけですよ。みんな有力な御家人が集まって、ああでもね、こうでもないって言いながら、権力闘争しながらですね。でもそれなりの合議で決めていくのが、あれが室町幕府です。執権政治ですよ。それちゃんと書いてますから。北条泰時っていうね、今の義時、主人公義時でしょ、小栗旬。小栗旬の息子、あの心優しい息子が、あれ、御成敗式目とか作るんですよね。はい。ね。だから、それなりの中に書いてありますから。もう、今からなんだ、800年前か、ぐらいに、もう日本はみんな講義でちゃんとね、英知集めて話し合って決めましょうねっていう探求型やってたわけですよ。それが日本のやり方なんだから、もう一回みんなで英知集めて話し合えばいいんです。だからテレビとか政府が正しい答えだって国民にすり込んで教え込むからおかしなことになってるんですよ。で、国民も考えないから騙されるんですよ。でもそれはもう小学校の時からそうやってるからそうなってるんです。だからみんなが、だからね、みんなが小学生の時から探求型学習をするとですね、僕みたいになっちゃうわけですよ。どうなっちゃうかっていうと、いや、政府が言っても、いや、それはうさんくせえなと思うけど、マスコミ言ってても本当かと。で、自分でいろいろ調べたり、ネット見たりして、で、いろいろみんなに話すわけで、俺おかしいと思うんだけど、言うじゃないですか。そしたら、いや、俺もって結構いらっしゃるわけですよね。けど、みんな、やっぱりそれを言うと、さっきも言ったようにね、あ、変な人だって言われるから、それが怖いんです。そうじゃなくて、みんなで探求していけば、あ、人それぞれいろんな考え方があるんだね。で、違う考えの中で何がいいかをみんなで話していくのが勉強であり、それが政治なんだね、ということが、教育から分かるんだけど、それはやってないと。それからもう一点、日本の教育で問題があるのは、地域アイデンティティとか、日本人としてのアイデンティティをちゃんと教えてないということです。だから、根なし草なんですよ。ね、兵庫県なんかまだいいですよね。町もたくさんある、神戸もあるし、ね、近い大阪も京都も近いし、関西なんかまだ全然いいですけど、僕の生まれ故郷の福井県、ね、もう人口、だだ減りですから。もう東京都の一つの区よりも人少ないんだから。ね。で人口減って経済ダメなときに原発でボーンとお金渡されてですね。はい。言っときゃよかったけど、原発止まってさあ大変みたいなね。そこにまたこう原発利権みたいなのが生まれてですね。もう大変なことになってるわけです。